西湯の裏展望所。今日は曇り。下に阿蘇カルデラが見えます。後であそこに行ってみたいと思います。駅弁を買ってきました。天草太陽地鶏飯、八代駅の駅弁ですね。熊本駅で買ってます。天草大王って昭和初期だったかなまで生息していた、体長が90センチぐらいになる巨大な鳥でした。でそれが絶滅して、それをなんか復活させて、天草大王っていうね、ブランド鳥地鶏として再び脚光を浴びているみたいですね。昨日天草を巡ってきたんでね、この天草の駅弁を買って、今日は阿蘇で曇ってるとはいえ大展望を見ながら駅弁タイム。開封するとこんな感じで、あとはラベル表記と、ラベル表記こっちだ。これね、頼藤商店さんの駅弁ですね。で、天草大王についての、うんちくが書かれています。ではこちらからごぼうと一緒に醤油味かな、変に濃すぎなくて美味しいですね。もうちょっとパサパサしてるかと思ったらそうでもない。ごぼうのいい味も出てる。最高。こっちの白い方、これは胸肉だ。黒胡椒が振ってあってスパイシーだね。この胡椒の味付けで胸肉のパサパサ感が緩和されてるっていうかね。付け合わせの菜の花、卵焼き、ご飯はね醤油飯なんだよねこれね。鶏肉に合う。この駅弁うまいな。天草大王っていう名前もいいね。これはおすすめでございますね。ということで、阿蘇の大自然を見ながら食べる天草大王地鶏飯でございました。